バイトで見ちゃダメなんですかって言われたら、もう何も言い返せないですよね。何かの時間を使うとですね、その分ですね、時間なくなりますよね。みんなが見ている作品に使うべきなんですね。毎日毎日 YouTube や TikTok でですね、見なければいけないものが増えてきた。アニメが好き、海外ドラマが好きっていうのはコスパがいいわけですね。 まあまあ毎週日曜日にですね、まあ新作のゼミの生配信やってるんですけども、週に2、3回こういう、あの、えー、アップグレード動画というのを配信してますよね。岡田司夫ゼミですね。アップグレード動画もですね、まああの、1本のですね、平均再生時間はたいこう40分から45分くらいなんですよ。で、 まあ、あの、日曜の生放送配信のね、新作もですね、えー、最近ね、なん、ようやっと40分以内に収めることに成功してるんですけども、なかなか、あのー、まあね、30分には収まらないですよね。で、これをですね、有料部分まで見ちゃうとですね、全部見たらですね、毎週ね、4、5時間ぐらい岡田と夫全ミを見続けることになっちゃうんですよね、えー。だからこの、今この動画をですね、1.、 5倍とかですね。1.25倍で見てる人も多いんじゃないかと思います。えー、こういう一人でやってるですね、YouTube 動画をですね、倍速、まあ1.25倍ぐらいで見るにはで,すのはですね、現代ではほとんど常識になってると思うんですよね。まあ、ところがですね、アニメとか映画とか、そういう映像作品を見るときもですね、倍速視聴する人がどんどん増えています。で、これはまあ、 昔ながらのオタクからしたらですね、とんでもない話ですよ。あの、映画を早送りで見る人たちっていうですね、まああの本がですね、ノンフィクションの本が、ですね、えー、稲田豊さんという人の著書で、 の中にはですね、えー、紹介されてるんですまあそれをメインでテーマで語られてるんですけども、その、まあなんでそんなことになってるのかという話がですね、実例をもとにいっぱい載ってるんですよ、えー。この本を紹介したのがですね、去年2022年ですね。で、2020年頃,頃まではですね、倍速で見るなんてありえないっていう人が、まあ多かったというかほとんどだったんですけども、2022年の時点で、割とあの、そういう意見がですね、うん、絶対嫌だっていう人が、 えー、少なくなってきて、まあ仕方なくそう、時々飛ばしてみちゃうよねとか、時々倍速にしちゃうよねっていう人が、まあそろそろ現れてきた頃だったんですよ。で、それがさらに1年後の今ですね、2023年になった今ではですね、多分もっと薄れてると思いますが。あの、みんなの意識はどうなってるのかっていうような、あの、ちょっとコメント欄とかを見てみてください、えー。最初のですね、冒頭の挨拶も言った通りですね、YouTube の動画も今や倍速で見てる人 がかなり多いと思うんですね。で、テレビのバラエティ番組はですね、まあ、あの、1.5倍速で見るのは10年前からみんなやってたりですね、まあ、この野球ファンはですね、9割はですね、夜のニュースのスポーツコーナーで流れるですね、15秒の総集編でですね、試合を見てない人が割と多かったりしたんですね。まあ、みんなもう忙しいですから、ニュースのダイジェストで見るのが精一杯ぐらいだったんですよ。で、飛ばし宮倍速っていうのは、映画とかアニメ以外のジャンルでは実 実は当たり前のように浸透している。ドラマとか以外のジャンルではですね、実はバラエティ見るときとか、あの、ニュース報道とかですね、スポーツ中継見るときとかはですね、当たり前みたいになってきてるんですけれども、しかし、ことですね、アニメ、ドラマ、映画に関してですね、とんでもないってまだ言う人多いんですよ。怒る人多いんですよ。それだけ熱心にアニメや映画に向き合ってるというふうに言えるんでしょうけどもですね。あの、ただ、まあ、当然ながらですね、なんでテレビのバラエティは、 倍速していいのに同じテレビでやってるアニメはダメなのって話になってきちゃうんですよね。だからその流行りに乗るためにみんなと話題を合わせるためにアニメを見てるのに、まあそういうアニメをチェックしてるのに、そんなにですね、そのね、愛とか言われても困るんですけど倍速、倍速で見ちゃダメなんですかって言われたら、まあもう何も言い返せない。 ですよね。あの、作り手がこう思ってるからだって言ってもですね。それは作り手がこういうふうに思ってるから料理は全部食べてください。料理はこの順番で食べてくださいっていうふうに言われるのと同じようにですね。もう今、作り手と受け手っていう関係ではなくてですね。なんでしょうね。あの、みんながみんなメーカーと消費者に なりつつあるのでですね。そこら辺のはですね、消費者としては自分の都合を優先で見た方がいいよっていう話になるんですよね。まあ、だんだん、あのー、食べ方にうるさい寿司屋っていうのを、僕が子供の頃から大学生の頃ぐらいまでは寿司屋の親父の方が偉くて当たり前だったのがですね、徐々に徐々になんかこう、怖い親父 怖い寿司屋の対処はありがたがる文化っていうのがどん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 廃れてきてきて、もう今はフレンドリーな寿司屋で当たり前でしょとか、そこからさらにですね、寿司の食べ方は自分の自由だよねっていうのになりつつあるんですよね。だから、まあ、あの、結論としてはですね、その、まあ、自分が大切だと思ってることは、ちょっと大事に、ちょっと丁寧に扱いましょうねっていうぐらいになっちゃうんですね。だから、アニメや映画を、 倍速で見るんだからとんでもないと思うならできるだけ限りそう思う気持ちや態度っていうのを個人個人が大切に守っていこうとしか言えないです。あの僕もですね。 あの、午後の労働省をですね、月曜から金曜までもうぶっつけで撮ってるんですよ。で、毎週一回はですね、それを見ようと努力してるんですね。で、毎週一回、まあ、毎日本当はそれを見ればいいんですけども、スティーブン・セガールの映画をですね、あの、いちいち全部見るほど人生暇じゃないっていうのは変なんですけども、なんでしょうね。雑に扱う快感っていうのをですね、もうこの午後の流しみで俺身につけてしまってですね、 普通、あの、本当に、あの、他の映画では知らないんですけど、ごでですね、雑にですね、ほう、こうなるのか、思い切って飛ばしてみようと思って、ビャーと早送りボタンを押して、早送りの中で流れていくやつ見て、ああ、大体こんな感じか、え、結論部分どうなるのって、ラストシーン見て、ほう、じゃあ中間点どうなるのって言って、1時間ぐらいのところ見てっていうような見方して、はあって言ってですね、わざわざアマプラとかユーネックスで探して、同じ作品をですね、 今度はそう、吹き替えではなくてですね、字幕版で見てるっていうですね、なんか、時間かけてるのかなんのかよくわかんない。この間もメインブラックですね、1と2をですね、やってたんですよ。で、メインブラック1と2両方とも録画に入ってたもんだから、 ツーから先に見てみたんですね。そしたら、メインブラック1のまとめを10分でっていうのがですね、ツーの冒頭についてて、10分間かけて、もうメインブラックの1やってるんですよ、分のロードショーで。えーと思って、その10分間見たら、この10分のまとめがめちゃくちゃ面白くてですね。で、メインブラックの1見直したら、やっぱね、シリーズものの1って面白いんですよ。あの、1見直したらですね、そのまとめを見たおかげで、あらかじめストーリーが頭の中に入ってるから、メインブラックの1、 またね、最初から最後まで面白く見ちゃったんですよね。だからその、早送りとかで見ることって、結局、あの、いつか見ようと思って、結局、見れない作品、見ることがなかった作品っていうのに、出会うチャンスを増やしてくれる。いわゆるチャンスを増やしてくれる。 ものかなと思ってくるんですね。なんか、あの、ライブ行こうよとかですね、あの、舞台見に行こうよと、うるさく言ってくれる友達みたいなもんですね。しぶしぶついてったら面白いことがあると。それを自分の、なんだろうな、好きなペースで見れるから、僕はあの、1年前に配信した時よりも、はるかに、えー、金曜ロードのおかげでですね、倍速視聴に関しては寛容というかですね、いや、ありだよねって思うようになってしまいました。 今日の動画もね、みんなね、この話を切り抜きで見てるんだろうな、っていうの思って。ちょっとね、自分がされること、立場になると切なくなりますけど。えー、男性10代、藤子さんですね。えー、僕はおそらく中度のアニメ好きの高校生です。中ぐらいのアニメ好きですね。しかし僕にはある悩みがあります。なんだろう。それは、進撃や配給、ヒロアカのような長いアニメを見るのが怖いということです。 理由は、そんなアニメ見始めたら止まらなくなりそうで怖いからです。特に岡田さんのゼルダの話を聞いてから余計に沼にはまると恐ろしいと思い出しました。最近、エヴァンゲリオンのオープニングを拝見しました。感動しました。エヴァンゲリオン見たいと思いました。しかし、どうしても生活がおかしくなることが怖く、見始められません。そこで質問と相談です。僕にエヴァを見る勇気をください。 また今後、長いアニメを普通に見始めれるように、思考の改善方法などをご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。ということですね、藤、えー、さん10代男性、高校生なんですね。うーん。わかるわ、その気持ち、まあ。そうですよね。わかりますよね。あの、これね。 僕がね、助言するのがね、難しいのはね、僕の時代ね、若い人っていうのはお金はないけど時間があるんですね。だから、安い映画館行くためにですね、例えば隣の県まで行くとかですね、えー、それは当たり前でしたしっていうことでですね、お金を節約して時間を山ほど使うのが若い人の生き方の特徴だったんですけども、あの、時間だけはあったとかよく言うんですけども、こういう青春的な考えって、 あの昭和まででですね平成の後半から令和の現在になるともうね通用しなく,なくなった時間っていうのは本来何に使うべきだったかというとお金をかけ,かけずに楽しめるんですよ。だからどんな映画であろうとですねなんだろうと大体のものは、まあ、あの探せばなんとかなるあお金をかけずになんとかなるんですけどもその時間を奪われるとでその時間っていうのが交換貨幣として今使われると交換貨幣というのはどういう意味かっていうと例えばその 何でもいいんですよ。全シリーズ見るとか全話見るというふうに何かの時間を使うとですね、その分ですね、時間がなくなりますよね。でもそのなくなった時間ってのは本来何に使うべきだったかというと、みんなが見ている作品に使うべきなんですね。みんなというのはクラスのみんなでもいいですし友達、気になった友達でもいいですし、サークルでも何でもいいんですけれども、自分らと価値観を共有してある程度話があって、このサークルに所属したいなと思っている人たちが見ているものを,を見るための時間を使って、 なんか、あの、自分一人が楽しめるものに没頭してしまうわけですね。あと、みんなが参加するイベント。例えば、その、ワールドシリーズで盛り上がるでもいいですし、なんか、あの、世界、社会的にですね、盛り上がってるですね、事件とかがあったら、それをみんなでネットで書き込むするってありますよね。そういうものに使うべき時間ですね。そういうものが奪われるわけです。で、みんなとの時間、こういうですね、自分が、あの、一緒にいたいと思っている仲間との話題を作るために、作品を見る、ニュースを見る、 ネットに書き込むというような時間が奪われるとですね、俺は今のけのになってるんじゃないのかとかですね、えー、今なんか自分は独りぼっちになってる、これからなるかもしれない、みんなと同じものを見たいとノリが悪いというう言われるかもしれないというですね、心の中の非常警報が鳴り響くわけですね。そういうふうに僕は、僕らは心の中の非常警報が鳴り響く社会的生物というですね、群れでないと生きられない生物だから本能にそういう、お前今群れの中からはぐれつつあるぞっていうですね、 非常警報がすごい大きく命の危険レベルで鳴り響くように設計されてるんですよ。あの、崖の端っこに行ったら怖いじゃないですか。それはもうどうしても本能的に怖いじゃないですか。落ちるかもしれない。あの、 肉体的な怖さと同レベルのものが群れから仲間外れになるとか、つまじきにされるかもって考えると、ガーガーガーってうるさくなるように僕ら設計されてるんですね。で、多分その富士市さんもですね、これだと思うんですよ。つまり長いアニメを見ることできない。だって時間潰れちゃうからなというんではなくてですね、どっかで今の生活が壊れてしまうイコール、何かその社会生活遅れなくなるぞっていうふうな警報が鳴り響いてるんだと思うんですけども、 えー、僕を含めてオタクというのは、この警報が壊れた人たちのことを言うんですね。この警報装置がある程度壊れてるか、子供の頃から鳴り響きっぱなしで、今あのコメントで出た、もうつま弾きになってるからとか、<laughs> 俺設計不良やわ。そうなんですよ。あの、設計不良とか鳴り響くのが子供の頃からで当たり前で、なんかこう、 耳の中の何で言うん耳鳴りみたいにしか聞こえない人がオタクになれるのであってですね、そうじゃない、あの、藤し君は、エヴァ見ない方がいいと思います。<laughs> 正直言って、今の時代、その、俺が高校生ぐらいだったら、みんなから外れて自分の好きなものを見るのか、それとみんなと合わせ、ある程度合わせて生きていくのかっていう選択肢になった時に、 まあ僕だったらなんか気にせずにもう一回自分の好きなものを見るっていうふうに突き進めると思うんですけども、なんか普通ね、それちょっときついと思うんですね。あの、どういう人生になるのか保証の限りではないし。だから、あの、見ない方がいいと思います。映画ゆっくりで見る人たち、この帯に書いている2時間の映画を1時間で見たい。 つまらないと感じたら、あとはずっと1.5倍速。会話のないシーンは即飛ばす。見る前にネタバレサイトをチェック。っていうふうに書いてるんですけども。まあ、これをですね、ちょっとあの、第一章を解説していこうと思います。えーとね、これあの、鬼滅の刃がブームになった。 こあの、週刊アイラっていうですね、朝日新聞から出してる、出てるですね、週刊誌があるんですけど、その週刊アイラの2021年1月18日号の引用でですね、えー、この現象が語られてます。えー、倍速で会話ないシーンを飛ばすという人を紹介してるんですけども、えー、37歳の男,男性、そうなんですよ。 案外ね、これね、そんなことするのを20代の人だというふうにみんな思ってるかもわかんないですけど、そんなことないんですよ。37歳男性。倍速にして会話がないシーンや風景描写は飛ばします。自分にとって映画はその瞬間の娯楽に過ぎないんです。そういうことですよね。映画っていうのはその程度のもんだっていうことなんですよ。37歳男性。次はですね、48歳女性。 ですね、この人ですね、あの、愛の不時着を見たんだけども、主人公のいないシーンは全部飛ばしてるそうです。え主人公に関する展開以外は興味ないので、それ以外のシーンは早送りで見てます。48歳女性と。で、このアイラがですね、2021年の1月18日、 ご発売した時にはですね、結構ね、記事ね、ネットで炎上したんですね。そんな見方は許せないっていうですね。まあ、もう1年半ぐらい前ですね。1年半ぐらい前はネットで炎上したんですけども、この映画を早送りで見る人たちが出たのが今年の4月ぐらいなんですけども、評判にはなったけども、炎上ではなくてですね、議論になったんですね。つまり、俺もやってるとか、それは仕方がないんじゃないかと議論になったとで。1年半ぐらいで、まああの、 なんだろうな。状況が変わってきたわけでしょうね。で、まあ、この本の中で書いている理由としてはもう、とにかく作品が多すぎると。この数年間で僕らが見ることができるようになった作品、無料で見れるようになった作品があまりに多いし、あと、コンテン、作品っていうのが映画からシリーズになってったと。つまり、ネットフリックスとかアマゾンプライムとかで全話一挙公開みたいなことをやるので、なんかシリーズものが多いと。 あと、サブスクで無限に見れる、ですね、えー。だからもう YouTube しか見てない人もいれば、Amazon プライムの人もいれば、Netflix についに契約しちゃったという人も、いろいろいるんですけど、みんななんだかんだサブスクに1個か2個ぐらい入ってる人が多くなってきたんですね。多分50、50%を超えてるんじゃないかな。何か一つに入ってる人っていう。なので、もう本当に無限に見れるようになったと。で、おまけにですね、それ以外に、 毎日毎日 YouTube や TikTok でですね、見なければいけないものが増えてきたと。つまり、タイムラインとか友達からの紹介でどん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 これ見た、あれ見たっていうのが流れてきたから、話についていくためになんか見なきゃいけないものというのが増えてきたと。で、これを解決してくれるのが、まあ、飛ばし見とかですね、あと、あの、1.5倍速っていうですね、時短だと。 まあ、時間を短縮時短だというふうに書いてるんですね。で、それはあの僕らの間でコスパという概念が浸透してきたからと。 2010年ぐらいからテレビのですね、番組でですね、まあ一番最初はお台所の、えー、豆知識というふうなところから始まって、日常生活とかこういうふうなことで、いかに、えー、時短をするのか、コスパを良くするのかっていうのがですね、どん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 ,どん流行ってきたからですね。で、本屋さんでも売ってる本で実用書のところでですね、いかに効率よく、あの、時間を短縮してっていうのが、どんどんどん,どん本増えてきたから。 で,す、ね、でその結果作品の鑑賞ではなくコンテンツの消費になってきた、まあ、僕が「午後の労働者」やってるやつなんかもう完璧にそう,そうですよね作品の鑑賞じゃなくてコンテンツの消費っていうのをやるようになってきちゃったんですよでまああの結局映画っていうのはその映画マニアの人たちが1960年代70年代にやってたものっていうのは一本一本映画館に行って見てそれを受け止めて考えて友達と話すっていうのをやってたんだよ。 ですけども、そうじゃなくて、まず、評判になるから見る。流れてきたから見る。で、それをクリアした。なんとかこなしたという感触を持つ。で、あの、僕昔、あの、履修っていう言葉を聞いてびっくりした。一年ぐらい前に履修って言葉を聞いてびっくりしたんですけど、それは何かっていうと、いや、岡田さんのガンダム講座、あれ、売り方を考えたら、絶対に、えー、コナンの、名探偵コナンのファンの女の子に、 あの、売れますよ、見てもらえますよ、というふうに言われたんですね。で、なんでと聞いたらですね、コナンには、えー、岡田さん知らないでしょうけども、あのー、なんか、シャーとアムロの声優さんのキャラがそれぞれ出てきて、もうそいつらが、不女士の間ではもう大評判なんですよ、と。で、えー、そういう人たちは、履修といって、そういう自分が興味あることっていうのを真面目に勉強しようというのがあるから、あのー、ガンダムをテレビシリーズを全部見てもらうことが可能なんです、というふうに言われてですね、履修っていう、 <laughs> はあ、そういう言葉を使うんですか <laughs> と思って。いや、なんか面白いなというふうに思ったんですけども。で、まあ、大章ではですね、こういうですね、考え方が作品を作る側にも影響してると。す、え、べ、ー、てをセリフで説明するような作品がヒットするようになってきたと。 で、えー、例えばですね、この本の中で、あの、まあ、30ページにですね、鬼滅の刃のアニメ版の第一話の話が出てくるんですけども、鎌ま炭治郎がですね、雪の中を走りながら、まあ、息が苦しい、いてついた空気で肺が重いって言うんですね。で、崖から落ちると。崖から落ちると、助かった、雪でっていうふうに、セリフで言うんですよ。これアニメで言ってると。で、これは必要かっていうふうに書いてるんですね。で、漫画では必要なんですよ。漫画原作ではこのセリフがないと、まず、モノクロだし、あと、 静止画だし、漫画は静止画だし、情報量が圧倒的に少ないんですね。なので、割と説明気味に書かないと読者に通じないから、漫画ではこれは必要だと。しかしこれがアニメになったらですね、カラーで動画になって、極端に情報量が増えるのでほ、これ不要じゃないかな、打足じゃないかなというふうに著者は考えたんですね。で、これはあの後で、プロの脚本家に自分の意見をぶつけて聞いてみるというのが出てくるんで、ちょっとこれ待ってください。で、こういうですね、その、 えー、まあ鬼滅の刃の場合は漫画の中に出てきたセリフっていうのを、これをそのままアニメの中でも使っていて、じ、あの、じょ状況説明というか事情説明ですね。雪の中で落ちて助かったのは何でかっていうの、あ、楽器から落ちて助かったのはんでかという事情説明に使ってるんですけども、こういうですね、セリフで全部説明するようなアニメがどん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 増えてると。逆に言えば、それをさせることがプロデューサーの義務であると。 アニメの監督とか演出っていうのはセリフ減らしたがるんですよ。映像で見せたがるんですけど、それをプロデューサーなり制作委員会側の方が、ちゃんとこれ分かりにくいからせ、分かるようにしてくれよと言って、どん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 誰にでも分かる作品にしちゃおうとするんですね。で、著者はですね、例えばその映像だけで見せるっていうのは、誰もいない部屋が、 がパッとると。映る誰もいない部屋に飲みかけのウイスキーがあってそのウイスキーに浮かべてある氷が溶けてなかったらさっきまで人がいたというサインだとそれを映すだけでさっきまで人がいたんだなっていうサインになるとこういうのをなんかやるのがその と、映像の演出だと。でとあとはその家に帰ってきた夫婦。お父さんが家に帰ってきたらお母さんがか会話しないと。二人無言で帰宅してですね、着替えたりしていると。これは関係がうまくいってないという記号である、サインであるというふうに言うんですね。で、こういうシーンっていうのは倍速や飛ばして見ちゃうと、セリフないから関係ないやと思って見ちゃうと、それが伝わらない、ニュアンスが伝わらなくなってくると。 で、ニュアンスが伝わらなくなってくる。だから、読者が問題だ、視聴者が問題じゃないんですよ。なので、こういうシーンは書かないようにしましょうというふうに、最近のドラマ作りとかですね、アニメ作りはなってるんですね。一番上、わかりやすくしろと言われるというのは、 著者の疑問というのをいろんな人にぶつけてインタビューしてるんですね。ジェンコの牧太郎さんというプロデューサーがいます。何年か前にですね、あの、この世界の片隅が公開されて僕はすごい感動した時にですね、ジェンコの牧さんに来ていただいて僕と対談していただいたことがあるんですけれども、その,の牧さんがですね、まあ,あの、どんな方かというと、まあ、例えばパトレーバーの劇場版のプロデューサー、あと千年女優のプロデューサー、この世界の片隅など本当に なんか名作を作り、そしてやり手で金を集めてくることができる実力派のプロデューサーです。でその人がですの証言なんですけども、制作委員会っていうのは分かりやすく直してほしいと言いがちだと。 とにかく会議があったら、ちょっとでも分かんないことがあったら、いや、これちょっともっと分かりやすくというふうに、すぐ会議の中でそういう方向になると。この本の中でですね、佐藤大さんという脚本家はですね、エール化セブンなどのシリーズをやった、もうこの人も本当にあの実力派ですね、超大物の脚本家の佐藤大さんも、セリフで嫌いって言っちゃって、実は好きっていうのが全然通用しなくなったと。もう本当にあんたのこと嫌いって言うと、見てる人、視聴者は嫌いだと思っちゃうと。 でも本音は好きなんだけどもツンデレでみたいな、そのツンデレっていうものすら、もう最近はツンデレっていうキャラですよというふうに明らかにするとか、あと演技の方でよっぽど嫌いなんだから、みたいな言い方までもう押してかないと全く通用しなくなっちゃったと。で、だから、 わかりやすくしてくれっていうふうに、やっぱこれも会議で言われると。佐藤さんは、いや、わかりやすくすると面白くなくなりますよっていうふうにはっきりと言うそうなんですね。そうすると、<laughs> 政策委員会の方はもはっきりと面白くなくなってもいいからわかりやすくしてくれっていうふうに言うそうなんですけども、佐藤さんはですね、もう悩むそうですね。これ脚本に勢いがなくなっちゃうよっていうふうに言うんですね。 僕はこれをパンケーキ型の作品っていうふうに呼んでるんですけども、あの、まあまあまあ、パンケーキです。ね。上に生クリームがモリモリという状態は甘くて美味しいんですけども、もう生クリームの味しかしなくなって、パンケーキの味がよくわかんなくなってくるじゃないですか。それと同じように、作り手側として本来脚本で書いてるいろんなドラマというのを見せたいんですけども、上にモリモリの生クリームのわかりやすいセリフっていうのがたんまり載ってるから、 結局それで生クリームの美味しさで食べてる人とパンケーキの美味しさは味わえる人との2つの層ができてしまうわけですね。見てる人の間にですね。でもそういうふうな作品が求められるので、提供せざるを得ない状況にアニメ界がなっているというふうにですね、この牧さんと佐藤さんは証言しています。 二つ目のですね、自分の頭が悪いと認めないっていうのはどういうことかというと、もしこの政策委員会側の要求を蹴って、セリフで全てを説明しなくなったらどういうことが起こるのかと。これももう膨大にアニメ界ではすでにやってることなんですよね。実験済みっていうかですね、もうこの議論の中でアニメ作られたりドラマ作ったりしてるんでですね、そうするとですね、観客はですね、 セリフで全部説明しなかったらですね、あの、自分で意味を考えて解釈しなきゃいけなくなると。そうすると誤解が発生する場合もあるし、分からないが発生する場合があると。ジェンコのマキさんはその誤解とか分からないこそが映像作品の醍醐味であってですね、それが自由度の高さだと思ってると。だから自分が作った作品が意味が違って解釈されても全然プロデューサーや作り手側は怒ったりしないと。 それこそが作品を作るということの意味だというふうに思ってるんですけども、今の観客というのはそういうふうにされると不親切だと言って怒り出すと。わかりにくいと言って怒り出すんですねで。全部説明してもらってはっきりさせたいと。これをですね、自分の頭の悪いことを認めたくない。だから理解できないと作品のせいにするというふうに書いてるんですけども、 確かにそういう人もいるんですね。あのもうネットとかでアニメとか公開されている時にですね、見るとそれを言う人もまあかなりいることはいるわけですね。 で、わかんないやつまらないは、さっきのあの、鬼滅の刃の話の続きなんですけども、あの、小林裕二さんという脚本家の方ですね、この方が104ページでですね、えー、小林裕二さんはプリキュアとかゼニ天堂とかですね、そういう作品をもうやってるかなりベテランの方で、日本大学の芸術学部でですね、シナリオの講座やってて全員までやってるという大ベテランですよね。で、 自分がシリーズ構成をやってる作品で、鬼滅の刃の第一話の、助かった雪でというセリフ、これが出てきたらですね、絶対に、あの、これ説明過剰だと演出家の方から突っ込みが入るっていう話してたんですね。で、まあ、これまでのあのアニメの作り方だったら、こういうふうに直してると。 例えば、落ちた瞬間は周囲の状況を見せないと。で、炭治郎のダメだ、死んでしまうという絶望の表情だけ見せて、その直後に、あれまだ生きてると。で、そこでようやっとカメラ引いて、周り見ると雪だと。例えばその、雪を握りしめてて、手で持って、こう雪っていうのがわかるというふうにすると。そうすると前半の肺が重いとか。 あの、寒さの中で肺が凍りつくっていう自分を追い詰めていたものが自分を助けてくれたんだっていう伏線と回収という関係になるっていうわけですね。映像として見せることができるんだけども、これをセリフでやっちゃうとこの伏線と回収にならずに単なる状況の説明になってしまうと。で、助かった雪でっていうのは漫画だったら絶対に必要なんですよ。さっきも言った情報量が低いですけれども。でも、 えあのアニメにする場合脚本家の仕事っていうのは漫画の中にある説明ゼリフっていうのをドラマにするのが仕事だからここでやっぱりドラマにしないとこういうふうにあの映像にしないと仕方がないんだけども。 しかし、こういうふうにすると、まあ、これはあの、僕の解釈ですけども、まあ、400億円のヒットにはならないわけですね。放課史上最大のヒットに絶対ならないんですよ。セリフ少ないと、やっぱり観客の一部の人、幼稚な人は、はっきり言って幼稚な人は、情報量が少ないから飛ばしてもいいというふうに解釈して、で、そのシーンはですね、スマホを見ちゃうんですよね。飛ばさないにしても、飛ばす人もいます。とりあえず、セリフがない、 映像だけのシーンになった瞬間に僕ら映画を見慣れてる人間は映像だけのシーンだからあれと言ってちょっと集中力を上げてみるんですけどもそうじゃなくてセリフばっかりの動画に慣れてる人作品に慣れてる人っていうのはセリフがなければ情報量が減ったと思い込んでついついその時間スマホを見ちゃうわけですねでその結果わからないとかつまらないというふうに言われてしまうわけです 倍速市場があの増えた理由のですね、著者なりの推理、仮説なんですけども、まず LINE グループの共感、共生力があるんじゃないかと。えー、LINE グループに常に接続しないと不安っていうふうに報道された時期がありました、ね。今の若者というか、今の我々の考え方で。で、しかし LINE グループに常に接続してても、その中で常に面白い話題があるのかというと、そんなあるわけじゃないと。その中で、 手頃なのが、みんながコミュニケーションでよく使うのが、あれ見たとか、これ知ってるっていうですね、ニュースとかコンテンツ、作品の話題なんですよ。で、この話題についていくために、倍速視聴が不可欠になった。っていうふうにですね、まあ著者はまとめています。えー、友達の輪を維持することが一番大事と。そのためには、とにかく共感し合うと。一番大事なことは何かっていうと、その友達の中で、 特に目立たず、特に目立った行動を取らず、特にダメになったりしない、目下げられたりしないっていうですね、その中間層にいることが今、ものすごくみんな大事になっちゃったので、そのためにはとにかく共感し合う、わかるわかるっていうふうに言ったり、あ、それ見た見たっていうふうに言ったりすることが大事になったと。で、こういうですね、現象を、白報道メディア環境研究部はですね、共感共生力っていうふうに名付けたんですね。 で、そういう生活をしてるとですね、あの、一般広告、マスク広告、テレビなんかでやってる広告よりは、仲間の共感が優先されると。つまり、友達の広告化っていうふうに本が書いてあって、ちょっとこれね、僕面白かったですよ。友達の広告化ですね。だから今、あの、口コミが大事っていう,のはいうふうによ言われるんですけども、えー、これからのですね、広告産業、広告業界にいる人たちっていうのは、友達の広告化っていうのを、 考えた方がいいと。どういうことかというと、これまでは街の中にビルボードサインとか看板をいっぱい出すこと、テレビの中でいっぱい CM 打つことっていうですね、その環境の中に、えー、広告を置くことが大事だったんですよね。 しかしですね、これをですね、友人関係という人間関係の中にどれぐらい広告を打てるのかという、まあこれはあの僕の解釈なんですけど、本を読んだ僕の解釈なんですけども、あの、友達というものがですね、環境化、メディア化してしまったっていうふうに捉えれば分かりやすいと思います。あと最後ですね、えー、自己紹介欄に書く、あ、2番目だ、自己紹介欄に書く個性が欲しいというのは、 こういうふうにですね、仲間といつも一緒にいたらですね、えー、キャラがないと振る舞いがわかんないと。つまり、友達の中で目立つことも避けたいんですけど、埋もれることも避けたいんですよで。そのためにはキャラというのを持ちたいですね。だから個性が必要と。それもエントリーシートに書けるような 趣味や個性が必要と。いや、みんな大変だなって思うんですけど。んで、この本の中で書いてるのがですね、バレエですね。あの、踊るバレエ。あの、バレエはどうかっていうと、バレエは子供の頃からものすごい練習時間が必要なんだけども、バレエやってるって言っても、そっから話題が広がらないと。すごいねで終わってしまうと。<laughs> つまり、趣味としてバレエというのはコスパが悪いって書いてあるんですよね。 <laughs> なかなかすごい表現だ,だと思うんですけど、つまりジャニーズ好きとかの方が盛り上がるんですよ。あの、バレエは個性的すぎて良くないわけですね。それよりはみんながやっていて、それにちょっと強い目のし、あの、に,に好きだっていう方がずっといいわけですね。だからアニメが好きとか海外ドラマが好きっていうのは、 最近オタクが増えたっていうのは僕らの趣味が理解されたんじゃないんですよ。アニメが好き、海外ドラマが好きっていうのはコスパがいいわけですね。趣味として。履歴書にかける趣味としてコスパがいいんですよ。自分が好きなものの個性としてコスパがいいんですよ。バレエに比べれば、ピアノに比べればですね、すごいコスパがいいので、アニメが好きとか海外ドラマが好きっていう人が増えてるわけなんですよ。 この辺からこの本を読んでると僕はもうすごいゾクゾク,ゾクゾクして面白いっていう風になってきたんですけどもですね。なのでコスパよく履歴書に書けるようにするためにですね、倍速視聴で見ることになるわけですね。その倍速視聴で見る程度で十分だからですよ。で、最後、圧倒的にお金と時間がない大学生という部分ですけども。 さて、そうやってアニメが好き、海外ドラマが好きなんだって自分の個性を立てたとします。よく若い人が言うのがオタクに憧れるって言うんですけど、オタクに憧れてもオタクにはなれないと。なんでかというと、自分よりすごい本物の人からが、まあ、すぐに見つかるからですね。で、本来はオタクっていうのは、そのしょうもない作品とかダメな作品とかも見てですね、まあ、その上で自分なりの見識とか作るんですけど、そういう時間も金もないと。 で、そういう時間も金もなかったら結局作品を見たしかないので、その結果養われる自分っていうのがないんですね。鑑賞力が上がった自分っていうものがなくて、見たっていう経験だけがこう積み上がっちゃうわけですね。まあここら辺はあの、海外旅行を行ったとしても、 大学に行っただけの人と、行って何か得る人って、僕らの近くでも差があるじゃないですか。大学に行っただけの人と、大学に行って何かを得た人みたいなもんで。何かの経験っていうのは、残酷なもんで人をですね、こう、あ、その人どういう人かっていうの分かっちゃうわけですね。ただ単に本当に見たとか、面白いとかつまんないとしか言えない人と、その結果得て自分が何かちょっと変わって、それを面白がれるっていうのを人に説明できる人とで、本当に明確な差ができちゃうんですけども、 だからなんかね、僕やっぱ思うのは、オタクイデッドで語ったんですけど、オタクっていうのは高度成長時代のあだ花な,なんですよで。高度成長時代にですね、ある程度、えー、親にお金があって、自分もバイトしたら割とお金もらえて、で、えー、作品数もそんなに多くない。一週間で放映されているアニメが、せいぜい20本とか30本時代の、 特撮だったらせいぜい5本ぐらいの時代だったらオタクっていうのは発生することができるんですよ。全部の作品を網羅することが可能だから。ね、お金もある程度あるし、時間もあるからオタクっていうのはできるんですけども、でも今の若い人たちが、 あの、今のようにですね、週に60本、70本の新作のアニメ公開されていて、サブスクが山ほどあって、YouTube とかがあるような状態で、オタクになれるはずがないんですよ。無理なんですよね。だから、でもその前の世代のたちには、そのオタクの人たちには、ニワカって言われるんじゃないかと。ネット見ればね、あの、お前なんかニワカだと言う人いるんですけど、そんなもん全オタクの中で1%以下なんですけども、でもその99%の人は、いや、こいつらニワカじゃないよとはわざわざ言ってくれないわけですね。彼らサイレント マジョリティなんですよ1%のなんか嫌な人が、いや、お前にわかだとか、そんなことやってにわかじゃないのかって言ってで、そういうふうに言われるのが怖さに自分がオタクだというふうにもしくはこれが好きだというふうに公言できない。 そういうふうな状況になっちゃうわけですね。なので、みんなオタクになるんではなくて、推しという状態に着地するんですよ。あの、オタクっていうのは作品とか監督で系統的に作品見るんですけどもですね、推しとかだったらそういう工夫はないんですよ。ひたすら数を見ればいいし、ひたすら回数見ればいい。なんでみんな回数見るのかですね。つまり、飛ばし飛ばし見るくせに、好きな作品は実はシリーズ前話13話とか26話を もう5回通して見た、10回通して見たっていうのを平気でやるんですけども、そういうようなことをやるようになるのは何でかって話になってきますけども、まあ、ひたすら数とか回数を見れば、推しっていう自分は何々押してるというふうに言えるようになるので、そのために倍速視聴が必要になってくるって話になります。今回の動画はいかがでしたでしょうかご意見や感想はコメント欄までどしどしお待ちしております。